房総半島房総丘陵峰岡山地。峰岡山地とは、千葉県南部の房総半島にある房総丘陵のうち、鴨川院南の峰岡あたごさん、峰岡あなどの山々を指す。霊岡山系とも呼ばれている。県立峰岡山系自然公園に指定されている。一般に、峰岡山と呼ばれるのは、峰岡あたごさんを中心とした連邦を指し、 特定の山を指す故障ではない。行政区域においては、千葉県鴨川市、南房総市、巨南町の一部にあたる。現在は、県立峰岡山系自然公園に含まれている。中世代白亜紀の房総半島南部を東西に走る新世代第三期の地層は、今の日本列島がまだ、アジア大陸東端の海底にあった頃、 当時の太平洋の海底を作っていたプレートが海溝で沈み込み、その一部が大陸側に取り込まれたものである。これらの地域では枕状溶岩や蛇紋岩などの海洋プレート議員の岩石が見られる。蛇紋岩を主体とする多様な火星岩が産出し、一部には変成岩も見られる。 峰岡山地の岩石はその種類や産出状態から考えると、かつて海洋亭を作っていた岩石の一部が横ずれ断層などによって地下から絞り出されたもとの思われる。地質学的には古代山地峰岡層群、生因的には地類山脈。地盤が弱く、昔から山崩れ地滑りの多発地帯として知られており、現在も対策工事が進められている。 地元方言で山崩れを、美薬地滑りを、ネイピーと呼ばれていた。現在は浸透していない。ミネオカ様は、例岡山系を代表する山だが、高度経済成長期に山砂採取のために山頂と、北面が削り取られてしまい、かつての面影が失われている。360だった標高も 334? と低くなった。しかし、 頂上の浅間神社には立派な鳥居と石見屋があり、北面の長峡平野と房総分水嶺の山々の眺められる。山頂南側に峰岡林道が通っており、車で行けば林道から5分ほどで山頂に立てる。白滝不動村から登る道は昔ながらの静かな雰囲気を保っている。立領制の頃から麓において馬の放牧が行われていたと言われており、 戦国時代里見氏がこれを再興した。里見氏海域後に江戸幕府が天領5つの区画に分かれていたので、峰岡後僕とも称した都市、将軍徳川義宗の命でインドから伝来した白牛がこの地で飼育されて日本の落農発祥の地とされている。明治政府は食産工業の一環としてこの地で落農事業を企画するが、 経営が困難であったことから、間もなく民間に払い下げた。ところが民間が設置した企業は、地元の監修に疎く、地元の入会券をめぐって、紛争を起こし、再管営化と再払い下げを繰り返した。その結果、明治44年に、地元千葉県が牧場の経営を行うことになり、あた山麓に、県営の畜産研究の施設千葉県峰岡乳牛、 試験場と解明となった。愛称は、楽農の里。峰岡様へのアクセス方法。ありがとうございます。